ロシアのチャンネルは11月2日、シベルスク方面で4個大隊による協調攻勢を行ったところ、深刻な損害を被ったとしてロシア上層部を批判している。同作戦では第123旅団の司令官が無謀な突撃作戦を命じたために、人員と装備の両方で重大かつ回復不能な損失をもたらしたという。映像では、砲兵などの火力支援攻撃がない中でウクライナ軍の防衛線を装甲車や軍用車が、まっすぐ前進してドローンでボコボコにされる様子が映っている。これはまたすごい話。ウクライナ軍も兵士不足で前線を維持するのがかなりしんどいはずなのに、なんかロシアの司令官がめちゃくちゃなことやってくれるおかげで勝手に壊滅するというか、ウクライナ軍の防衛がうまくいっている事例もまだまだあるようね。やっぱ単純な兵士数の差だけではなく、経験とか戦術もかなり重要なんでしょうね。うむ。北朝鮮兵が配備されてすぐに大きな衝突が発生するかと思いきや、最前線では突入に苦しむロシア軍の姿が連日確認できる印象だな。この映像はかなり興味深い。なぜなら、2024年に入ってからのロシア軍の動きはかつてのワグネルグループの戦術を採用したものであり、飛行部隊を温存して歩兵部隊による突撃を重視し、歩兵の損害を出しながらも効果的に前進する、というものだったからだ。ところが10月に入ってからクルスク州や今回のシベルスク方面でのロシア軍の動きは、ワグネルグループの戦術を取り入れたロシア軍の動きとは全く異なるもの。すなわち、2022年に飛行部隊で突撃しまくって大損害を被っていたかつてのロシア軍の姿だ。なぜこんなことをしているのかはよくわからないが、歩兵突撃では基地として占領地を拡大できないこともあり、焦ってウクライナ軍の防衛線に飛行部隊を突入させているのかもしれないな。なるほどなるほど。やはり戦車や歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車はドローンにとっての大きな的。そのドローンの脅威を排除せずにまっすぐ突撃してきたとなると、存外、上層部から、早く前進しろ、なんて迫られているのかもしれないわね。うむ。ロシア軍は司令官の問題なのか、これまでの教訓を生かしきることなく、未だに無謀な突撃作戦を続けているようだな。ということで今回はロシア軍、また致命的大損害4個大隊で無謀な突撃をした結果、たった1日で回復不能な大損害を被ると題し、今回のシベルスク方面での戦いから伺える両軍の状況について、解説していこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。さて、今回ロシア軍の4個大隊による突撃と大きな損失が確認されたのは、ウクライナ東部戦線の要衝の一つでもあるシベルスクから少し南東側、ビロホリウカと呼ばれる集落の近くで発生した戦いとのことだ。ちなみに公開された映像から場所の詳細も特定されており、正確にはこの辺り、ビロホリウカからは少し北西方面に位置する広い平野地点での戦いだったようだな。Google マップで見るとよくわかるが、この辺りは特に遮蔽物もない広い平地という印象で、もし地雷原でもあろうものなら突破は容易ではなさそうだなぁと、素人目にも感じる場所ではあるぜ。ふむ。ロシア軍はビロホリウカからまっすぐシベルスクの都市に向けて前進を試みたということね。勝算があったかどうかは別として、そうだな。公開された映像の冒頭には、重量近くの装甲車の列が確認できており、ロシア軍は本格的にこの平地の突破を試みたものと推測ができるぜ。ただ、このような障害物のない平地を突破するような動きは2024年前半はあまり見られなかった手法で、2022年当時、海軍歩兵旅団が何度も壊滅していたような時と似た動きだという印象を受けるぜ。第810海軍歩兵旅団や第155海軍歩兵旅団がボコボコにやられていた頃がもはや懐かしいっすね。もちろん飛行部隊が防衛線の突破を試みることは何ら不思議なことではないんだが、まず第一に興味深いのは、こちらの映像ではかなり画質のいいドローンの映像がいくつも確認でき、おそらくはウクライナ軍の大量のドローンが上空で飛び交う様子を無視しながら、ロシア軍の飛行部隊、これはロシアのチャンネルによれば4個大隊の規模だったということだが、まっすぐウクライナ軍が守る都市に向けて前進しているということだ。ロシア軍はこれまでの傾向から、ウクライナ軍の大量のドローンは飛行部隊の天敵であり、電子戦車両などを前線に配置して電子妨害を行ってドローンの動きを封じるような作戦を行わなければ、
飛行部隊がボコボコにやられてしまうことを知っているはずなのに、だぜ。だからこそ、ロシア軍はあえてバイク突撃部隊とか装甲兵員輸送車を中心とした歩兵部隊を活用し、戦車や歩兵戦闘車の損失を抑えてきたはずなのにってことね。うむ。さらにもう一つ気がかりなのは、前進する機甲部隊の支援攻撃がなく、ウクライナ軍の砲兵による反撃ももろに食らってしまったことなんだよな。公開されている映像のほとんどはウクライナ軍の対戦車ミサイルによる攻撃、ドローンによる攻撃、あるいは榴弾砲による砲撃が成功している様子を示しており、ロシア側の情報源も、今回の攻撃について砲兵による支援攻撃などは行われなかったという。当たり前だがドローンだけではなく、ウクライナ軍の砲兵も防衛線に配置されている中、何の対策もなく前進してくればそれはウクライナ軍の格好の的になってしまうことは当然であり、まあ正直なことを言えば、なるべくしてなった結果であるとも言えるんだよな。映像で確認される限り、最も損害を受けたのはおそらく BMPK の歩兵戦闘車であり、2025年末までに在庫が枯渇することが判明しているロシアとしては、無謀な突撃などでいたずらに破壊されたくない装甲車の一つだったはずだな。考えれば考えるほどよくわからないわね。ウクライナ軍のドローンと砲兵が陣取る中、まっすぐ飛行部隊で前進し、砲兵支援や航空支援攻撃があるわけでもない。2024年前半は特にこういう装甲車の損害を増やす行動を避けてきたはずなのに、ここに来て急にまた時狂ったかのような突撃作戦を開始した。って話になるわよね。うむ。考えれば考えるほど、この突撃作戦の理由を想定することが難しくなってくる。考えられるとしたら主に2つ。第一に今回突撃を命じた4個大隊の指揮官があまりにも経験不足だったこと。ウクライナ軍の現在の戦い方やこれまでの戦場を全く経験していない人物が、たまたま司令官に就任してしまったなんてことがもしあったのであれば、このような突撃作戦を敢行した可能性は十分にあるかもしれないな。さすがにこの2年でロシア側にたくさんの戦術経験が身についているだろうし、その可能性は正直かなり低そうよね。第2に、突撃作戦を行うというノルマが課せられている可能性。クルスク州奪還のために北朝鮮兵まで呼んできたロシア軍は現状、ウクライナに対して優勢ながら、2025年末まで現在のペースで戦っているとロシア国内の装甲車の在庫が枯渇することが判明しており、焦っていることはこれまでの動画でも何度も伝えてきた通りだ。ウクライナ東部戦線ではロシア軍の攻撃が激しくなっていることが伝えられているが、このシベルスク方面でもより早く成果を出すためにという意味合いで、何でもいいから突撃作戦の回数を重ねろ、なんてノルマが課されているのかもしれないな。いやいやいや、そんなこなした数がなんぼの飛び込み営業なんて話じゃないんですから、実際前線を押し上げることなく、ボコボコにやられて回復不能な損害を負ったと言いますし、うむ。この事例はロシア軍が2022年当初のロシア軍の積み重ねた敗北を教訓とし、進化しているといういくつかの報道に相反するものであるとも言えるだろう。もちろんこれは一つの事例でしかないので、全体を通してみれば歩兵を活用して徐々に前進を成功させているロシア軍は戦術を進化させている、なんて言えるのかもしれないが、現状もまだ部隊によってまちまちなのかもしれないぜ。ここからは、前線の様子についても簡単に取り上げていこう。さて、今回取り上げたシベルスク方面での戦いは11月2日に発生したとのことだが、実は11月3日から5日にかけては、前線でほとんど優位な動きが確認されておらず、ロシア軍の攻撃も3分の1まで低下していたことがウクライナ側の情報源から明らかとなっているぜ。え、まさかロシア軍ここに来て息切れ？いや。どうも天候不良の影響のようだ。こちらはつい最近公開されたウクライナ軍側の映像だが、11月頭から気象状況が悪化し、雨の影響で見事に各地がぬかるみで通行が難しくなっているのだという。このような環境では機甲部隊や歩兵も前進を行うことが難しくなるのは当然であるため、ロシア軍も攻撃を控えざるを得なかったようだな。この影響もあってなのか。クルスク州方面では10月31日までに1000検体が確認され、11月頭には戦闘に参加すると思われた北朝鮮兵に関する動向についてもその後情報は増えておらず、天候悪化の影響により、ロシア軍の作戦が少し遅れているような印象を受けるな。ふむ。確かに事前の報道では、11月1日にはクルスク州に集まってきた1万人近くの兵士たちが、
クルスク州奪還のために一気に勝負をかける可能性があるなんて言われていたわよね。一旦ウクライナ側の準備が整うまで、このまま天候悪化してくれてもいいんやで。まあ言わんとすることはわからないでもないな。11月3日から5日の動きはなかったとはいえ、全体的にウクライナ軍が厳しいことに変わりはないぜ。11月に入って最も危険視されている戦場は、1ヶ月ほど前に陥落が報じられたブフレダル方面だ。この方面はディープステートの戦況図を見ればよくわかる通りだが、ブフレダルの陥落後にロシア軍はある程度戦線を北に押し上げることに成功しており、現状、ここは10月以前に防衛線の決壊が騒がれていた。かつてのポクローシク方面と同じような状況に陥ってるような印象を受けるところだぜ。この1ヶ月間のブフレダル方面での戦術的成功を見る限り、ブフレダルという要衝と現地を守っていたウクライナの第72機械化旅団の撤退の影響はかなり大きく、この要衝を突破されて以降、ウクライナ軍はこの方面での効果的な防衛線の構築ができていないように感じるぜ。この点についてはブフレダルという町が戦術的な高所にある要衝であること、そして第72機械化旅団ほどの経験豊富な部隊を新たに派遣できるほどの戦力が、ウクライナ軍にはないことを示唆しているような印象だぜ。ロシア軍は装甲車不足が致命的な問題として目前に迫ってはいるものの、歩兵については現状うまくいっているようで、ローテーションも伴って疲弊した兵士たちを後方に下げることで体制を整えているあたり、やはり兵士の数という点では圧倒的な差が生まれてしまっているようには見えるぜ。やはり数で押す戦術、ウクライナ軍、つい最近新たな動員の追加を報じてはいましたけれども、そこからちゃんと兵士として準備が整うまでにも時間はかかるでしょうし、まだ1ヶ月くらいはこのロシア軍の前進ペースが続きそうではありますね。果たしてウクライナ軍の準備が間に合うのか。そうだな。なんならウクライナが直面しているより大きな問題は、やはりアメリカの大統領選挙の結果だと言えるだろう。トランプの次期大統領就任決定の翌日には、ウクライナとロシアの戦争への対応についても、様々な報道がなされており、今後の政治的な変化にも大いに注目する必要がありそうだ。ここからは、トランプの大統領就任決定後のアメリカの変化についても触れていこうかと思うぜ。ウォールストリートジャーナルなどが報じているいくつかの情報源によれば、11月6日に次期大統領就任が決定しているトランプと、彼のチームで働く指揮者たちは、すでにウクライナとロシアの停戦のために動き出しているなんて話が出ている。具体的には、ウクライナとロシアは現在の占領している領土に基づいて停戦合意を行うこと、ロシアが現在占領している、ウクライナのおよそ 20% の領土をロシアに帰属させること、そしてウクライナとロシアの間には非武装干渉地帯を定めることとし、一方でアメリカはこれ以降もウクライナに対し、軍事的支援を続けることにする、なんて交渉案が出ているのだという。ちなみに案の中には、ウクライナが今後少なくとも20年間は NATO に帰属しないことを条件とする、なんてものも出ていたりするようだぜ。いやー、まあこうなることは分かってはいましたけど、やはりトランプチームの停戦案はウクライナにとっては許容しがたい話ですねー。唯一の救いは軍事的支援を続けることにするという方針かしらねー。まあ逆に言えば、軍事的支援を続けることがウクライナに対する最強の交渉のカードでもあるから、停戦交渉を飲まなければ軍事支援を一切停止するなんて言われたらそれまでなんよな。そうだな。この点についてはトランプの政治方針は第一にアメリカが単独で損をせず、アメリカにもちゃんと利益が入ることを重要視していることから、ウクライナへの軍事支援の継続がアメリカにとっても意義のあるものとして伝えられるかが重要だろう。この点、すでにウクライナは自国のドローン産業が大変活性化し、アメリカのドローン企業の助けをもはや必要としなくなるほどまでに成長。その技術は世界トップクラスになっていることがすでに判明している。このためアメリカのドローン企業はウクライナへの投資にかなり注目しているため、これらのウクライナの最先端ドローン技術はアメリカの軍事支援を継続させるための要素の一つにはなりうると思われるぜ。ただし、以前バイデン政権が発表したウクライナのドローン産業への投資的な支援は、基本的に自国の利益を完全に度外視したウクライナのための支援であったため、トランプがこの軍事支援の方針をそのまま継続させることになると考えるのは難しい。このあたりはゼレンスキー大統領側とも調整が入ることになるだろう。一方、バイデン政権はトランプの次期大統領就任に伴い、ウクライナへの軍事支援を急いでいるようだ。バイデン政権はまだ決定したウクライナへの軍事支援の全てを実行できておらず、まだ60億ドル分の支援が残っているのだという。
現在のペースではこの支援が完了するのは2025年半ば頃になると思われているが、バイデン政権は2025年1月20日のトランプ大統領就任直後、残ったウクライナへの軍事支援を中止してしまう可能性があることを警戒しているのだという。このため、バイデン政権は残る60億ドル分の支援をトランプが大統領に就任する前に終えられないかと、焦っている形だな。来年の1月20日には本当に支援が凍結される可能性が出てくるわけですか。これはまずいっすねー。この2ヶ月ほどで政治的な各国の思惑から、戦争の流れは大きく変わる可能性が高い。ちなみにウクライナだけではなく、トランプの大統領就任はヨーロッパ諸国にとってもなかなか厳しいもので、特にロシアの軍事侵攻の可能性を現実のものとして受け入れているポーランドやバルト三国は、自国での軍事力の強化がより一層求められることになるだろう。ヨーロッパと NATO のつながりや防衛方針にも大きな変化が生じるのは確実だな。ということで、今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。